ちょっと食料がやばくない、ここ食料問題発生してますよ。うん、マジまずいよ。畑がハイハしなかったっけ。ハイハしてるから僕今乾燥した昆布食べてるもん。やばすぎる。僕コーラスフルーツ食べてる。こんな気持ちいいのは嫌だ。これガラスがもうこれ開いちゃってるから畑育ってないの、うん、あどうなんだろう。そもそも土がねどっかに吹っ飛んでいっちゃったから。確かに土も必要だしガラスも必要だし種はたくさんあるけど立て直す必要があるか。これはそう。あでもあのエリトラが今回ようやく無限に使えるようになったわけでしょ。そうですよ、あそうだね火薬あるね。そう一旦ちょうど夜だから夜にね多分天空トラップが活発に動くから行ってみます。なるほど、はいはいはい、オーケー。さあ来い。さあ来い。火薬もう結構入ってる、うん、でかい。あーでかいでかいでかい。めっちゃある。ここワンスタック入ってる。やば落ちる落ちる。いいぞいいぞいいぞ。あーやったやった。わこれこれ腐った肉食べ放題。腐った肉食べ放題だぞ。やばやば草肉やった。食料に困らない。これで食料問題解決。解決はしてないんだよ。腐った肉そうか。ダメか。気持ちいい実況から。いやすごいな改めてこの装置。うんめっちゃ降ってくる。めっちゃ降ってくるよ。じゃあひとまずこれは完成だね。やったー。よかったよかった。完成イエーイ。じゃあ今日ひとまず修復したいよね。あの拠点をそろそろ拠点を元に戻す時間かもしれんね、うん、やっぱ飯は肉だと思うんだよな。まあそうだよな。タンパク質大事よ。お肉製造機自動で作れんのかね。あの前焼き鳥やってたじゃん初回の時。あれあ焼き鳥か、うん、鳥さんか。じゃあペンティ入ってくれ。おやめろ絶対言うと思った俺がプレイできないのよそうすると食べられるだけ。ペントの肉食いたくねまああとはあの牛トラップだよね。一番最初に作った牛トラか。あれ誰も飯あげないから使わなくなるんだよな。それなんだよね。そこの手間をやらなくなるんだよな。そうあのね半自動はね結局誰もやらないからね自動じゃなくなるのよ確かに。あそうだトラップで骨粉骨がいっぱいあるからこれで大量に木を育てればいいんだ。きた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 。できる。この手があった。できるよ。おおこれは強いぞ。はいはい、きた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 これで木材取り放題。天空トラップの恩恵がここで完全に恩恵受けてる。おおなるほど。それ便利だ。よみがえれ白樺の森。つまり全自動植林機作れんじゃないか。なるほど。その全自動でいけんのかこれ。木材どうやって壊すっていう話なんですよなるほど。そうなんだよね。うん。あーなるほどね。はい、なんとなく今ちょっと調べましたけど。はい、うん、苗木を植えるのと原木を回収するのは人の手でやんなきゃいけないっぽいわ。あーやっぱそこは完全なる全自動は難しいのか。うん、だから苗木を植えてその苗木を骨粉で成長させるのは自動でできます。はい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 。でそれをピストンで1個横にずらして、うん、でまた苗木植えます成長させます。でピストンで1個横にずらしてまた植えますの繰り返しらしい。あ例えばこの白樺の木あるじゃない、うん、1,2,3,4,5,6,7、うん、7個ピストン使って一気に横にずらすみたいな。なるほど。あーで園長がここであの回収係やってペントが植え付ける係やるみたいな。あそういうことか。ちなみにそれは作り方も載ってんの？オリジナルで作った方がいいのかな。まあ原理さえ分かればオリジナルでもできるんじゃね。さすが園長くん。なるほど。
いやその装置作るのは絶対僕だよな。そうそうなるんだよな。意気込みだけは立派なんだ僕ら。わったよ。じゃあお今日僕それ頑張るからたぬきち二人はモッドで遊んでいてくれ。あそうだモッド やったー楽だぜ。イエーやったぜ。こっちです。オッケー。はい開けてください。開けます、はい、おっとネザライトのツル足がいっぱい入ってますね。はい。あーこれリソースパックをオンにするのか。あリソパーオンにしてね。で9個1人9個で作業台で9個全部並べてください。オーケー。なるほど。はい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 。おおなんだこれ。はい。おお。はなんかこれピク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 です。なんかね鉱石をこれで壊していくと特殊鉱石になって、はいはいはい、特殊鉱石で遊べるよっていうやつ。なるほど。なんだ、うん、特殊鉱石。とりあえず鉱石掘りに行く。うん。あダイヤだったらね俺ね1個ねまだ掘ってないダイヤあるよ。来た。おこっちか。残しておいたんですこれ。おおすごいすごいすごい。ほんとだ。これちょっとやってみてペンティ。いや行くよ。うん。はい。セイ。お早っ。お。なんだ。あ、ダイヤモンドレーザー。違う種類のダイヤモンドだ。普通のダイヤモンドとは。うん、そう。ほう。ダイヤモンドレーザー取れたぞこれ。でっか。いっちゃった。いっちゃった。おお。待って。ダイヤ消えた。ダイヤが。やっちまった。やっちまった。待って待って。それ痛いよダイヤモンドレーザー。あのねごめん、あ普通にアイテムとして使ったらレーザー出た。レーザー、あレーザーが出た。気をつけろ後ろこっち穴開いたよ。うん本当だ。あ投げたらそう直線距離に出るこのぐらいの距離のレーザーが出てる、うん、あぶねー。これさ、えこれ使い捨てじゃないこれ。あこれ使い捨て、これ使い捨て。一回使ったらなくなるだよね。やばい、うん、ダイヤの無駄遣いだこれ。完全にダイヤの無駄遣いやばいやばいやばい。おまずい。金やってみる。うん、金もやってみようか。おい一発で掘れるんだよな。あ出たまた。出た。普通の金も出てるから無駄じゃないかこれ。ほんとだ。あ2つ出てくんのか。あ、うん、じゃあ損はしてないかもしれない。使ってみるよ。いいよ。はいはい。わっわっわっ、すごい。ちょっと待って待って、1回使ったらさ、え大丈夫これは安全。うん体力がね倍になる。えなってない俺。えしかも園長なくなった。なくなった。まあ1個しかないからこれも使い捨てアイテム。あ、ただただ金塊投げて終わったんだけど。何え、タヌキもダメ。はい、何も発生しない。これで倍にならない。いやなんで。いやどうしよう、ペンティ専用かこれ。僕専用アイテム。そんなことある。あと鉄とレッドストーンもあるね、はい、あいっぱいあるねこう偶然。結構もう一通りある。オッケー、鉄。おお。はい。アンビルパーティー、なんか危険な香りするぞ。大丈夫か。アンビルパーティー。アンビルパーティー大丈夫だよこれ。なるほどね。まあ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 、パーティーってまあいろんなパーティーあるからね。まあそうね、世の中にはそう、うん、いろんなパーティーがあるから、一旦パーティーしてみるか。はい。一旦パーティーしてみよう。楽しいパーティーに決まってるから。そうそう、パーティーは絶対楽しいって決まってるからね。じゃあ行くよ。はい。はい。アンビルパーティー。え？あ、どっか上の方で金床の音が聞こえたぞ。ん？あ？これ今地中にいるからかもしれんな。それかな、その可能性あるね。ちょっと外で使ってみるか。いろいろ取っても上に上がってっか、うん、大丈夫か。怖いよ、パーティー大丈夫かな。上でアンビルがいきなりパーティー始まる可能性あるからね。いきなりパーティーやるよ。危ない、やばい。うわやばい、てこれやばい、まずい、危ない危ない危ない、園長の家まずい。あーチェスト、やったやりました。やるしかない。今日は絶対壊さないでいったのに。うわーうわーうわーすげーすごいすごー。これ空でアンビルパーティーしたら落下させられるのかな。アンビル落下、アンビルレインしていい、ここでアンビルレイン。行くぞ行くぞ。はい、アンビルパーティー。うわー、うわー、うわー
すげえ。不法投棄です。今。すげえなこれ。大量の不法投棄。俺でエンダードラゴン倒して。ビルパーティーで。すぐエンダードラゴン倒しちゃうんだよな。これ片付け大変だぞまた。これは大変だ。でもピックピックピックがあれば。あ、確かに。一瞬です。おーおーおーおお。素晴らしい。クォーツ。クォーツか。ちょっと取ってくるわ。うん。オッケー。お、出た。お。マジッククォーツ。マジッククォーツ。もう強そう。はい。遊戯王カードでありそう。オッケー、持ってきた。Thank you。じゃあペンティーにセ。あー。あーキャー待って大変なことなんかあれ手に入れたあのクリーパーの頭やった。 なんで雷判定クリーパーの頭が海になんかね入ってた今やった。落ちてたラッキー。いや拠点が終わったぞこれ拠点拠点がただ朗報あのカナダ湖半分処理できた。やったこれもう処理とか海の底に沈めてるだけなんだけどね廃棄処理。ああ使えそうで使えねえな。じゃあ一旦僕はこれ作ってます。お願いします。おい、あ、石炭鉱石ってやったっけ。あ、やってないかも。そういえばやってない。シンプルにコールボムって書いてある。ボムって言っちゃってるもんな。ボム言っちゃってるからな。使いたくねえな。ちょペントンチの上でやろうぜ。おい待て待て待てあ、まあ上ならいいかいいんだ上なら多分大丈夫よ。いきます。ほいや、ほい、うわー、あー、うわー、うわー、あー、いい、いい、いえー家がダメ押しの2発目で死んだけどおい、 いやちょっと2発目は終わるだろ。ちょっと変なところやっちゃったなって思って。完全に終わった。完全に終わったどうしよう青空一発目だったらね屋根がまだあったんだけど。おいおい、そうだよ。ちょっと待ってよちょっと失敗したなって思ってもう一回やったら失敗じゃねえだろ絶対壊さなくてもいいのよ別においおいおい、やってくれたね。もうこれアーチにしようかこの拠点いっそね。アーチにしようかいっそのこと。うん、俺いや俺部屋いらねえかなこうなるとリビングに住もうかな。これなんかさ自分で上に向かって投げて避ける遊びみたいなやってみたいな死ぬだろ。まあ見てやるよペンティ。よし行くぞ。これで、はいはい、おお、はい、お、そんな行っちゃう？一、お、お、二、お、三、やあ！爆風やば。普通に三発目、三発目の爆風で死んだ。不発かなと思ったんだけど。1、2発目はねそのまんま海に海に沈んでったんだよね、うん、あ3発目は氷に当たったのか。そう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 、ボーン爆撃された綺麗にアイテム。マジでそのうち氷なくなっちゃうよこの世界から。確かに調子に乗りすぎたか。地球温暖化、地球温暖化ならぬ娯楽場の遊びによる。確かに消失理由がとんでもない。あれ玉木くん、お、ちょっと3人で見てみるか。 OK、うん、あれ大層な装置がもう出来上がっているように見えますか。そうなんだけどね、まずそもそもここで骨粉手動で育たないのよ。あ、なるほど。いや愛情が足りないんじゃないですか。俺やろうか頼むやっぱ白樺だからね。うん、僕に任せといてくださいよこういうのは。白樺愛いくぜ。はい、せい。無理です引っ越しから来なかった無理だ、ね、無理でした。愛ではない、愛の問題じゃねえこれは。多くの木とそれ以外で変わってくるのか。本当に本当だ。多くと白樺でちょっと違うかもしれない。え、白樺終了のお知らせか。白樺
あの多くは横に何個とかいう条件はないけど、白樺は横にブロックがあると育たないとかあるらしい。白樺あぶねー、白樺のせいでゴミにされるとこだったわ。白樺はでもやっぱそれだけレア度高いってことなの。白樺が罪人、うん、白樺ただな、白樺俺が手動でやっていくしかないかよーし、全てが整ったはずだ。ナイス、オッケー。そうしましたら、お、はい、ひとまず、園長さんこの苗木を植える係、はい、でペントはこっちで木材を刈る人、木材を刈る人、うん、オッケー、やってみるよ。はい、お、スタート、オーケー、いけ。でどうだ、うわー、うわー、うわー、ここ、ここ、うん、あ、でもこれはもっと待ったかい。おお、すげえ、きた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 、すごい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 、ウッドウォール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 、すげえすげえすげえ、ウッドウォール、ウッドウォール、これウッドウォールが一番向こうまで行っちゃうと止まっちゃうから、はいはいはい、ここら辺でペントは刈り始めるみたいな。オッケー、行くぜ。やべ、ウッドウォール vs ペント、どうだ、あれ、あ、園長苗木、園長今サボってました、園長が。じゃあコップが切れたの、コップが切れました、結構使うね。はいはいはい、いやしかしすごいようん、やば、もうもじゃもじゃになってこの辺手つけられなくなっちゃって、もう樹海、大樹海、うん、ブロッコリーみたいになってる、ブロッコリー、ブロッコリーができました。こいつの名前ブロッコリーにしようぜ、ブロッコリーブロッコリーくんブロッコリーくんにしよう、エネゴリくんみたいな、エネゴリくんみたいに言うなすげえ、ブロッコリーくんの完成、完成やったー、もう白樺は俺勝手に育てて勝手に取ってるよこっちで白樺いらないからな、お、白樺いらないからボブあ、白樺ー、白樺やめてあげて白樺様子見である白樺